松潤さん、おはようございます。私のところにね、実はね、飲み屋をやっていた時の友達から、私がやってたわけじゃないですよ、私はお客さんで行っただけなんですけども、飲み屋の頃のね、友人から閉店するという連絡をね、いくつももらいました。で、いろんな対策を打ってきたんだけども、結局やってられないと。で、飲み屋をやめても、結局飲み屋をするんだけども、とりあえず一旦閉店して、もう、なんですかね、キャッシュアウトがない状態にして細々と生きた上に、なんか落ち着いたらもう一回やるんだって言ってましたね。まあ、その間ちょっと久保ちゃん YouTube 教えてよみたいな形だったんですけども、ちょっと今回ね、松潤さんにもメッセージを送りたいんですよ。先日銀座のママが、お店をね、閉店していて、その間の損失の金額をちょっとね、出してくれたんですよ。それがですね、1日に約300万の赤字が出るそうなんですよ。だから休業保証6万円とか、とてつもないもうね、何も分かってない人がそんなこと言ってるんだっていうふうに憤ってましたけども、でこういうふうなことをね、音楽業界でもあると思うんですよ。で、この音楽業界で今、ライブハウスをやってもね、なかなか難しいとか、ライブハウスをやらなければそこのマネージャーさんとか照明の方とか、清掃の方とかね、納品業者の方とか、もう本当に末端に至るまでものすごい困ってらっしゃる方がいると思うんですよね。まあ、そういった視点で、今この時期だからミュージシャンとして何が辛いのかとかね、何に困っているのかとか、どうするべきなのかみたいな知見がありましたらね、ちょっとこう出していくといいんじゃないかなと思いましたね。もちろん今のシリーズもいいんですよ、会社員あるあるとかも、でもやっぱりミュージシャンの立場としていつもこんなことに困っていて、こういうふうに戦ってるんだ、解決してるんだみたいなのがあるとね、きっと共感を呼ぶんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そういうのがもしありましたらね、出していただきたいかなと思いますし、会社員でありながらミュージシャン活動をしてる人ってね、いると思うんですよ、結構ね。だからそういう人のお気持ちとかお声とかね、できれば対談とかっていうのが集まれば、松潤さんらしいチャンネルにまた育っていくんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうかね。もちろん今までのテーマでも全然いいんですけども、松潤さんでしかできないテーマっていうのもね、これからもっともっと掘っていけると思いますんで、それから会社員ミュージシャン、会社員ミュージシャンの方を宣伝するYouTube チャンネルっていうのもいいなと思いましてね。どんなもんですかね、今はなかなかできないと思いますからね。私ね、だからね、再生数の少ない YouTube ミュージシャンっていうのを今ね、探してるんですけども、なかなかね、見つからないんですよまあこういう方のもいいよとかね、曲がいいとか悪いとかじゃなくて、まあ本当に頑張ってらっしゃるなと。まあ言い方があんまり良くないんですけども、底辺ミュージシャンっていうのいると思うんですよ。底辺ミュージシャンを底辺じゃないところにね、こう追っかけていくみたいな、そんなことができればなと思うんですよね。まあそんなこと言ったらね、その指名された人がね、底辺みたいでちょっと気の毒なんですけども、だから底辺 YouTuber ですよとか底辺ミュージシャンですよというふうに自称している方をね、見つけて失礼がないようにティーアップしたいんで組みませんかみたいなお話をしたかったんですけども、なかなか見つからないですね。ということで、何を話してるのか分かんなくなりましたけども、これからもチャンネル頑張ってください。